はい、こんにちは。ピアノリスナーのゆうきです。今回もちょっと短めの動画でお話をしていきたいと思います。今回はピアノの先生が教える下手になる練習ということで、それについてお話をしたいと思います。普通ピアノとか楽器の練習って、まあどんな方法でもやれば、まあ大体上達するものではありますよね。まあですがですね、まあ実は下手になる練習っていうのも、まあ、存在すると思います。で、それはですね、ながら練習ですね。まあ、例えば、テレビを見ながら練習。あとは、まあ、スマホを見ながら練習ですね。まあ、スマホで、例えば動画を流しながら、こう、両手で弾いちゃったりとか。あとは中には、こう、勉強しながら、まあ、指の練習をするみたいな。まあ、そんなところですね。まあ、これ、器用に見えるかもしれないんですけれど、まあ、これ、ほとんど意味がない練習なんですよね。まあ、この練習する人の中には、まあ、例えばハノンとか指の練習の曲だから、まあ、別に、まあ、テレビ見ながらでも、まあ、弾けるでしょうみたいな感じで、まあ、やる人がいるんですけれども、まあ、筋トレとか、まあ、そういった運動とかだったらテレビを見ながらとかこうオーディオブック的なものを聞いたりとかしながらできると思うんですけれど、まあ、やっぱりピアノってそんなに別に指をこう指の筋肉を鍛えてるわけではないんですよね。まあ、ピアノはやっぱり脳で弾くっていうことが大事なんですよね。脳で考えて、しっかりその指令を指に伝えていくっていうのが大事なので、つまりピアノを弾いている時って、やっぱり指の感覚とか、あとは耳の感覚とかですね。そこにしっかり意識を向けておくことが大事なんですよね。最近よく言われるのが、マルチタスクは良くないみたいな言われますよね。人間は、全然別な2つのことに意識を向けるのは基本的にはできないっていうことですよね。2つの作業を同時にするこのマルチタスクっていうのは、これできるのは、人類の 2% っていう論文とかがあるんですよね。このマルチタスク、2つの違う作業っていうのを同時にやろうとすると、脳の混乱のもとになって、結局パフォーマンスが低下するっていうのが、いろんな研究とかでも言われているところです。最近そういった本とかそういった情報っていろいろあるので、知ってる方も多いと思うんですけれど、でですね、このながら練習をピアノでやってしまうとどうなるか、これ私の場合なんですけれど、ちょっと今ピアノの先生として教えているんですけれど、私もですね、この昔ですね、この過ちを犯してしまったことがあるんですよね。このながら練習ちょっと、したことがあります。昔ですね、どうしても練習のやる気が起きない時ってあったんですよね。曲はアンプしていて、弾き込む作業っていう段階だったんですけれど、どうしてもなんかやる気が起きない、練習する気が起きないって時に、曲は別に楽譜見ないでも弾けるし指でも覚えてるから、じゃあこの iPad で、映画でも見ながら、練習すれば、映画も見れて練習もできて、一石二鳥だみたいな感じで、安易に思ってこの流れ練習してしまったことがあるんですよね。で、それをやってる最中っていうのは、映画を見ながらでも、ある程度指は動くし、なんだながらでも全然できるじゃんみたいな感じで思って、練習やる気が起きない時はこのながら練習でもいいかなみたいな感じで思ってたんですけれど、その数日後ですね、私自身のピアノレッスンがあったんですよね。そこで、先生の前でピアノを弾いて言われたのは、なんだか君ちょっとなんか指だけこうガーって動いてるだけで、なんか細かい部分がすごく雑になってるよみたいな感じで言われたんですよね。つまり映画を見ながらながら練習をすることで、こう指の動きにただこう任せるだけになって、耳でも全然聞いてないし指の感覚とかも意識を向けてないっていうことになるので、細かな部分がどんどん抜けていって、簡単に言うと下手になってしまったんですよね。で、しかもその曲を1回目先生の前で弾いた時は、止まらずには弾けたんですけれど、2回目弾いた時から、急にアンプが飛び出したんですよね。一度アンプした曲がなんか、分からなくなってしまってみたいな感じで、こういう風にながら練習をすることで細かい部分が弾けなくなって、しかもアンプも怪しくなってしまうっていうっていうことが私には起きたので、このながら練習ピアノでやると練習になるどころか下手になってしまうと私は思うんですよね。なので絶対にこのながら練習はしないようにしましょう。はい、ということですね。それでなんかこのながら練習、マルチタスクなんですけれど、人間って結構2つの作業を同時にするのが、それ自体が結構快感を覚えるように、できてるらしいですよね。なので、テレビをしながらお菓子を食べるとか、
ご飯食べながらスマホを見るとか、そういったこと自体が快感に覚えるように、人間の脳ってできているらしいんですよね。結構聞くところによると、運動しながらこうちょっとオーディオブック聞くとか、そういった運動と、脳の、別々のものだったら、むしろ、運動によって頭の回転が速くなるので、そういったのはいいみたいな感じのことも聞きますけど、基本的にはマルチタスクっていうのは、やめた方がいいってことですよね。はい、ということで、今回は下手になる練習、ながら練習の恐ろしさについての動画でした。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。